どうもこんにちは、マオと申します。ヘビーレイン心のきしむとき、実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。音声日本語、字幕日本語、メニュー日本語、ザ・ジャパニーズ・ピーポー、いくぜ。折り紙がうっすら見えるレベルまでレベルを調節して、全く見えないんだけど、これ全く見えないんだ。あー、うっすら見える。いや、いいな、これはもうちょっといろいろ考えてマックスまで明るくしておきましょう。よし。難易度、ゲームはしょっちゅうプレイする、コントローラーの操作には慣れている。ゲームはよくプレイする、コントローラーの操作にも慣れている。ゲームは時々プレイする、コントローラーの操作にはあまり慣れていない。よし。ソニーコンピューターエンターテインメント、ソニーさんから出てますね。クワンティックドリーム、あれ、これってもしかしてデトロイトと同じ会社さんかな。土曜日11時22分 AM、 午前中だね。なんか、あ、おしゃれな結婚の写真で、あ、死んでるこれ、手やば、あ、寝てるだけだねこれは。多角的に爆睡しているボクサーパンツの人が映し出されているけれど。あ、起きた、はあ、起きたぜみたいな。なかなか所得の高そうな家に住んでますね。腹立たしい。うん、これもう操作できんのかな。あれ、まだ操作できないな。右スティックをアイコンの通りに動かして動作を実行してみましょう。あ、これあれか、一緒だ、デトロイトと同じ動かし方だね、おそらく。あら、なんと中絶中肉。ゆっくり操作すれば動作のスピードをコントロールできます。え、ゆっくり立ち上がると思ってよっこいしょ。あら、精悍な顔つき、イケメン。R2 で前進、左スティックで方向転換します。 R2 で、あ、押すと前進なんだ。ん、こっちを向くと、あ、向いてる方で R2 で前進。あ、胸をかいてる、寝起きなんだね。あ、なんかここ操作できるぞ。あ、窓を開けて空気を入れ替える、なんて綺麗なんだ。あ、でもやっぱ寒いからやめよう。やっぱ開けとこう。で、顔の向きに対して R2 を押すと行きたい方向が決められるんだね。はいはい。で、これは開けようか。これはクローゼット、洋服を、なに、やっぱりやめた。クローゼット嫌い。プレイ中に L2 を押すことでキャラクターの思考が聞けます。 L2、 シャワー。下に行く前にシャワーを浴びて着替えないと。ああ、ほんと。シャワーを着て着替えないと、下に行く前にシャワーを浴びないといけないんだね。これなんだ、結婚写真か。こいつの写真なんだろうな、おそらくだよね。なんか紙が落ちてるけど、何、怪盗ルパンからの手紙じゃないかこれは、もしや。買い物に行ってくる。お昼に子供たちを迎えに行ったら、ジェイソンの誕生パーティーの準備をするわ。ジェイソンの誕生日、働きすぎないように、愛してるわ。かしこまり。頑張って働くわ。よっこいしょと。これは嫁からの伝言だね、おそらく。ジェイソンっていうのは誰だろう、子供かな、子供かなんかがいるのかもしれない。ちゃん誕生パーティー、あ、小鳥まで飼ってる、所得高え。あ、かわいい鳥くん。鳥を朝起きて目覚めてからこう眺めるのが日課なんだろうな。トイレは、あー、なんかここのトイレなんか足りてそうで足りてない。うわ、すげえ、鳥が、あ、なんか外に人いるね、お姉さんの、お姉さんがいるね。お、いろいろある、鏡を見て、うん、今日も僕イケメン。この角度が一番好き、決めポーズ、決め角度があるんだな。あ、歯磨きもできると。これ歯磨き、歯ブラシにね、水つけてからやると良くないらしいよ。ちょっと流しっぱやめろやめろ。コントローラー全体を指示された方向に素早く動かしましょう。何これ、コントローラーこうやって動かさないといけないの。え、コントローラー動かしてんだけど、へい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 。あ、これめっちゃ大変なんだけど、コントローラー動かすの。めちゃくちゃ大変。何これ、こんな大変な動きが。Wii かよこれ。Wii みたいな動きを要求されてるんだけど、あれ、画面外でめっちゃ一生懸命動いてんだけど、なんだこれは、すごいな。で、口をゆすいでと。ちゃんと口の中が、お口きれいきれいになりましたね。朝と晩必ず。これなんだ、タバコ、あ、ひげ剃りか。ヒゲを剃ると、あ、いっぱい剃ってる。
あんまり剃れてないような感じがするけど、俺そんなにヒゲ生えないからさ、このヒゲを剃らないといけないという感覚がよく、あーでもすっきりしたね。あーシェービングクリームとか塗らないんだね。外人特有の強い肌が持ってるのかもしれない。ん？これお風呂？顔の向きを変えることでその時可能な行動が表示されます。左利きを操作してシャワーの方向に顔を向けてみましょう。こうか。今見えないけどシャワーの方を見ると出ると。やだ、ちょっと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 見せられないよいや上から出てくる、これ学校のオフ、学校のプールシステムの出方なんだねこれはなんだこの多角的にシャワーを撮られるのすげえ恥ずかしいんだけどやめてカメラさんちょっと撮りすぎですよ綺麗になったので体を、アイコンが消えるまでコントローラーを上下に振ってください。これめっちゃ大変よし、横にも振らないといけない。横はこれ左右にコロコロコロって、いや横だなこれ、もう単純に横だ。コントローラーをこういう動きに動かすことあんまりないよこれなんかタッチパッドとかじゃダメなのかな。ダメだもうサボらずに動けって書いてある。やばいやばい、大変。あ、できたやばい、これダイエットになるわ見せられないよ。よし、ちゃんとボクサーパンツを履いたね。でシャワーを浴びたからカメラアングルは L1 で切り替えられます。あー遠くから見たり近くから見たりでカメラアングル変えられるんだね。はいはいはい。それでの、あ、ここは子供部屋っぽいな。子供部屋っぽさがある。ボールだ、何これ、犬が喜びそうなボール。時間と正確さが求められる行動では画面に表示されたボタンを素早く押してください。上丸そういうことか。これクイックの上を押して丸丸丸×。ああなるほどね、ここで練習しておきなさいということか。ボタンを間違えました、うるせえまあ分かった分かった、なかなかに難しいということがよく分かったよなんかデトロイトの時色ついてたけど今回はもう記号だけだから結構難しいかもしれないね。やっぱアメリカの子供って自分の家の部屋のところにさ秘密基地を作るんだね。うわすごい神々しい光が出てる。下に行く前に着替えないと。ああそうですね、すいません子供がいるのに全裸で歩いてきたらまずいね。隣がシャワールームでここが自分の部屋って感じかな。あ、親の部屋って感じだね。これで服を着ると。ほい、どれ着るの。スーツじゃないやつ取ったぞ。休日パパかなこれは、もしかして。これ確実にさ、なんか USB 型の盗撮機がの角度の取られ方なんだけど。あー何これ、あれこれってなんか日本のさジーンズじゃない。あ、ちょっと違うか。なんかお尻にちょっと刺繍の入ってるかっこいいタイプのジーンズ、エビスジーンズみたいなそのタイプのやつだけれど。あー休日のパパ感がある。いやでもいいね、この服のセンスがあるよ。これ服のセンスがあるよって俺に言われたらきっと不快だろうけれどあ、こっちじゃなくてこっちみたいな。あ、でも操作ちょっと慣れてきたな。基本は L2 を押しながら方向を変えてとことこと歩いていくと。うわーすごい、状況が変わればキャラクターの思考も変わります。定期的にチェックしてみましょう。L2 かな。庭と仕事。仕事、グレースたちが戻るまで時間があるな。仕事でもするか。在宅のタイプかこれ。庭は、外はいい天気だ、庭で気分転換でもしようかな。うん、二択うーん、気分転換しようぜ庭で。なんか落ちてる、これはなんだ。コントローラー、ラジコンか。わあ結構馬力が高いなこのラジコン、大丈夫かやばいやばい、結構ドリフティーな感じやってる。大丈夫これ、一通り満足すんの今ので満足するってまあ大人だからね僕は。言ってもよし、庭で気分転換でもしようぜ。うわすげえ、めちゃくちゃ広いんだけど庭、なんじゃこりゃ、すげえ。え、なんかある、刀だ、かっけえライトセイバー的な。うわすげえ、バスケのゴールまである。これ子供をやっぱ NBA に入れたいんだろうな、外国の夢よ言ったら
今気分転換絶対できてないけどさ、これ走ったりできんのかな。今のところはまだ出てないね。登ったりできない、登ったりはできない。うわーいいなー、でもこのただっ広い庭にアスレチック一つみたいな、ちょっと寂しさもあるよね。うーん、壁に囲われていて、なんだこれ。うわーすげー、うーん日光浴気持ちがいいぜ。でもやっぱり飽きたぜ。秋っぽすぎるでしょ。あのぐらいのノリでさ、あのバタってこう倒れてすぐ起き上がるの、もう全然寝たくなかった人でしょ。ハッピーバースデー。あ、ジェイソン、おそらく子供だね。これは子供の誕生日のお祝いをしようとしてんのかね。お、なんかあるね。これはどれ、何、綺麗な家、こう建築士なのかね、この人は。なんか見た、あ違う違う、なんか挟まれてたかと思った。何にまってしてんの、怖い怖い怖い。やっぱ建物の写真好きみたいな。建築に興味のある子供。ここで仕事してんのかな。あ、仕事部屋っぽいね。仕事する、仕事しようか。あ、やっぱ建築士っぽいな。これじゃあ自分であの設計した家なのかね。あ、書くんだ、製図のやつだ、シャット。え、何それ、どういうこと、そんな感じでいいの。え、俺建築に対して、てかまっすぐに線引く才能すごすぎない、この人。何描くの。あ、今日が乗ってきたっぽいぞ、すげえ。え、あの定規みたいなやつで線引くんじゃないんだね。うわすごくね。時間と正確なもの、画面に表示されるボタンを押してください。はい、わかりました。三角、あ、いいよ。何かを描いたで、罰を書く。これ別に時間要求されないでしょ、ゆっくり書けよ。ゆっくりでいいじゃない。でボタンを押して、あ、今うまくいったのかな。うまくいったっぽいから、うわすげー、なんだこいつ。これでもう一仕事終えちゃったの、これで。こんないい、あ、なんか今結婚指輪が映ったね。こんな家、いい家に住んじゃうんだ。あ、超大型の工業用プリンターが置いてある。わすげー、ハッピーバースデージェイソン。これなんだ、あ、ミュージックかけんの。ちょっと音は絞りますよと。いや消そう。静けさを楽しむんだ僕は。でもなんか今の BGM オープニングになんか流れそう。あ、テレビあるじゃん。座ってテレビのリモコン取るためには絶対立たないといけないみたいなのある、ないよ。テレビちっちゃいな、この家に対してテレビのサイズちっちゃいな。これ何のテレビやってんの、ジャングル。休日のパパ感出すぎだろ。何、なんだこいつ。うわ動きがやばい。動きが結構あれっぽい。何、3人の仲間たち、おっかねえアニメだ。思考見てみようか。グレイス、仕事、コーヒー、飲み物。コーヒー飲みたいね。コーヒーが飲みたい気分だな。あ、そうっすか。あとはグレイス。もう昼だ、もうすぐグレイスと子供たちが帰ってくるな。ジェイソンとグレイスが嫁なんだね。ちょっと俺名前覚えるの苦手なんで、何回かしないと覚えないと思いますが。グレイス、ジェイソンの誕生日プレゼント買ったかな。え、任せっぱなしかよ、お前もやんないとダメじゃん。あ、なんか帰ってきた、家に帰ってきたぞ。パパは待ってるぞ。息子だね、ダブル息子だ。落ち着け、転んじゃうだろ。ほう、あ、いよいよ誕生日だな。僕も大人、まだだよ。10歳はまだちょっと大人には遠いかな。まあでもそろそろ毛が生え始めるだろうからな。ちょっと早すぎるよ。車運転したいんだね。いいさ、手伝ってくれる。手伝い。ああごめん。この種類のアイコンが表示されたら対応するボタンを押し続けてください。四角ボタンで×ボタンを持ってと。中、あー、なんだよその中。おしゃれな中だな。これ離すとボトンって落としちゃうのかな。何やってんのよって言われるかもしれん。朝からずっとあの調子よ。うん。スーパーでも大はしゃぎしちゃって。いやわかるわ、スーパーではしゃぐの。そっちはどうだったの、仕事ははかどってる。いやもう家作ったぜ。仕事罰。あ、いやその、嘘、めちゃくちゃはかどってたじゃん。はかどらなくて。やってたじゃん。来月にはプレゼンだから
いいアイデアが思いつくといいんだけど、うん、あれ大したことないのか。あ、話しながら。やることだらけだわ。うん。ジェイさんの友達が来る前に終わるかしら。あら。ちょっと手伝ってくれる？あ、わかりました。リビングの食器棚からお皿取ってくれない？リビングの食器棚から。オッケー。ああ、任せといて。リビングの食器棚。やばい、無能って言われる。急がなきゃ。リビングの食器棚ってどれ？やばい、無能と思われる。やばいやばいやばい。リビングの食器棚、これかな？これかな？あ、これだ。こんなとこに引っかかるのよ。うん。思いっきり引いて。わかった。ふん。よし、ジャイロが働いたぞ。これで皿を。母さんからもらったものだから気をつけて、ね。うわ、フラグじゃん。割りそう。お母さんを怒らせるようなことはしたくないからね。2皿しか置かないの？あ、左に置いて、で次は？なんでこんな必殺技みたいな置き方しないといけないんだ。よしよし。あ、薄い。あ、これめちゃくちゃ薄い超高いタイプの皿じゃない？これこんなんちょっとあのハンマユージローがポンって押したらパリンって割れるぜ。ハンマユージローじゃなくても割れるわ。置いたよ。仕事できるいい旦那でしょう。いい旦那だろ。もう一回注意してくれ嫁。あ、あらー、イーさん、今日はまだ行ってなかったな。とっても素敵だよグレース。なんかこの声だけでかくない？あなたもそこそこ素敵よミスターマーズ。なんか急に声でかくない？あ、もうチューするじゃん。やった、もう一回チューしてくれた。あらららららら、あらら、ちょっと盛り上がるタイプのチューやめろ。子供おるんじゃん。バカ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 。こバカバカ、子供おるんバカ。あ、何考えてるか分かってるわよ。なんちゅう。でも今はダメ。イーさん、残念。なんかイーさんの声でかくない？パーティーの準備で忙しいのよ。うん、この続きはまた後で。おい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 、美人な嫁だな。しかしジェイソン、ジェイソン嬉しそうだな。嬉しそうだな。ええ、あ、会話の内容か。もう10歳なんて信じられないわ。もっと会話したいな。付き合ってた頃がまるで昨日のことのようなのに。10歳か。もう結婚して10年以上経ってるってことだね。友達。友達は何時に来るんだ？何時に来るの？誕生日パーティーって外国っぽいよね。あまり大騒ぎしなければいいんだけど、うん、去年みたいに。去年何やったの？なんかあの成人式に暴れる若者みたいなことやったの？ジェイソンのプレゼントは？プレゼント買った、今朝お店で買ってきたわ、ラッキーだった。最後の1個だった。仮面ライダーの変身ベルトかもしれない。手伝い。他は？手伝おうか。手伝おうか、うん、一人で大丈夫よ。じゃあパパ何してればいいの？どうすればいいんだろう。思考を読もう。子供たちと遊ぶ、飲み物、グレイス、仕事。あ、仕事人間になるかどうかか。グレイス、グレイスはますます綺麗になっていくな。喉が渇いたな。デレデレじゃん。確か冷蔵庫にオレンジジュースがあったな。オレンジジュースか。冷蔵庫のオレンジジュースを飲もう。冷蔵庫の場所はどこだ？あ、冷蔵庫そこじゃん。そりゃ台所のそばにあるわ。設計かなのにも場所を全然把握できていない。よいしょ。あ、違う、コーヒーだこれ。まあいいか、コーヒーで。コーヒーでもたしなもうかな。なんかだいぶドロドロなコーヒー出たな。アメリカンな。よいしょよいしょ。おっと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 。うぃー。あちゃあちゃあちゃ。うまかったぜ。洗えよ。え、オレンジジュースまで飲んじゃうの？欲張りか。あ、すごい。ハッピーバースデーじゃん。100% オレンジジュース。外国感があるな。振るか。シャカ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 。これめっちゃ大変。疲れちゃう。え、口つけて飲もうと。あ、人間のクズ。あ、人間のクズ。最低。お前唾液入ったらな、中の唾液が繁殖するんだぞ。俺は絶対滝飲み、あの口をつけないように飲むようにしています、必ず。他は、子供たちと遊ぶ。外で子供たちと一緒に遊ぼうかな。わーい、遊ぼうぜ子供たち。あ、チャンバラしてる。どうすんのこれ、素手で戦うの？今さ、ここでガタンって閉めたら子供たちびっくりするでしょ。え、パパみたいな。もう入ってくるんじゃありませんみたいな。何何何。あ、テレビの音か。怖。びっくりするわ。よし、これでパパも自由だぞ。やったね。5分だけよ、いい、うん、ご飯食べないと友達が来ちゃうわよ。あ、先にご飯食べないといけないんだ。どっちからだ？何やんだ？僕だよ。じゃあ僕も僕も。落ち着いて、順番だ。L? L? どういうこと？あ、どっちにするかか。僕だよ、僕だよ。僕だ
あ、こっちもしかしてこれもしかして声優がクレヨンしんちゃん、旧クレヨンしんちゃんのしんちゃんの声優と同じかもしれない。よいしょー。あら肩車。よいしょ、行くぞ。R2。準備はいいか。ビューン、ビューン、グオー、ギュン。これ楽しい。なんか今笑い方完全にしんちゃんじゃなかった。笑い方が完全にしんちゃんなんだけど。声優そうじゃない？矢島明子さんじゃない？これ違うかな？はい、到着。もう一人も遊んであげよう。お前も遊んであげよう。どっちがジェイソンなんだろう。あ、こっちがジェイソンか。ヘリコプター？何それ、これどうやんの。あ、何これ、わあすげえ、ザンギエフの超必殺技じゃん。大丈夫かこれ。わあ、これ離して大怪我みたいなのありそう。すっ、終わり。お互いやられてる、三半期間を。腕にぶら下がっていい？パパ、いいでしょ、筋肉すごいんだから。筋肉すごいんだから。そんなになかったぞ。よし、捕まって。行けパパ、パパのパワーだ。力やスピードが必要な場合はアイコンが切れまで必要されたものを連打してください。うおー、パパのパワーだー。うおー、ちなみにはあの僕はあの連打力が全然ないです。これすごいな、すげーパワーだな、マジで。子供って何キロぐらい？20キロぐらいあるんじゃないの。いや、なんで拍手するんだよ、やめろ。パパまだいけるねみたいな。やばい、二刀流だ。あ、戦わないといけないのか。ヒュン、これでおしまいだ。全ての罪を償え、悪の手先め。悪の手先、はあ、諦めるんだな。命乞いするがいい、命乞いをするがいい。ズバーン。そこだジェイソン。これでガチで切りかかったら笑ってしまうんだけど。私の勝ちだ、私の勝ちだぞ。危ない、危ない。スパン、あ、すごい。あ、切った、足を、機動力を。あ、止めちゃった。これ負けてあげた方がいいんじゃないのっていうか。負けてあげなよ。大人げねえ。おのれ、やったな、やったな。せいや、結構執拗に足を狙うなこいつ。なんていう大人だ、悪い大人だ。この調子、つまん。うお、あ、小競り合い、小競り合いだ。負けねえぞ、おら。よしよし。あ、やばい、やられた。なんてことだ、顔面、結構かかったな。あ、やられた、刺し殺されてしまった。なんてことだ。やっはっは、その辺にして、ご飯よ。わーい、ご飯だ。あ、嬉しそうに死んでいるパパ。草の匂いが嬉しいんだろうな、きっと。わからないけれど。幸せそうな男だよ。なんちゅう、いい家庭だね。よし、そろそろ子供、むすっこの、あ、ちょ、どうした。操作がちょっとおぼついてない。一緒にご飯食べよう。お昼よ。ショーンは弟かな。ショーンって誰。ショーンとは誰だ。思考を読もう。ショーンって、ショーンはどこだろう。家の中にいるはずだけど。え、別の人がいるの。子供2人いるでしょ。子供がジェイソンともう一人の子供のショーンか。ショーンはどこに隠れたんだ。パパ見つけちゃうぞ。上かな、上の子供部屋行った。え、今の一瞬で子供部屋に行ったの。そんな早すぎるでしょ、動きが。ショーンはどこだい。ショーンって呼べばいいのに。なんでいきなりいなくなるんだ。いた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 、ショーン見つけたぞ。どうした？どうした？マーリンが死んじゃった。僕のせいで死んじゃったんだ。僕何やったの、ショーン？違うよ、ショーン。お前のせいじゃないよ。なんかやった？僕、マーリンが戻ってくるなら何でもするよ。ん？まあ、ショーン。世の中には避けられないことがあるんだ。ああ、まあね、大人的には。自分が望んでなくてもね。ね、教えてあげるのもよ。そんなの変だよ。おかしいよ。命の大切さを、まあ、学ぶと言ったらあれだけど。そうだね。パパも悲しそう。おかしいね。てかさっきまで生きてたのにな、悲しみが深い。マジか、すごい唐突な死を訪れたな。ん？チャプターが変わったかな。わあ、オープニング。あ、違う、シーンが変わったのかな。めちゃくちゃ笑ってる。
これはなんかお買い物に行った、あ、何、ショッピングモールにお買い物に行ったのか。かなり浮かれてるな。あ、でも楽しそう。ちょっとショーの靴を見たいんだけど。あ、子供靴か。いいよ。これいつの回想なんだろう。誕生日とは別の日かな。あ、ここでもしかしてあの鳥を飼うのかもしれない。ショーンはショーンで欲しいんじゃないの。何の回想だろう今の。回想というか別のシーンってことかなこれ。ジェイソン、ジェイソン、ジェイソン、あ、どっか行っちゃってる。ジェイソン、ジェイソン、待ちなさい。ジェイソン、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 全然、ジェイソン、ジェイソン、ジェイソン、もうフラフラ感がすごい。ジェイソン、全然、ジェイソン、全然気づいてくれない。ジェイソン、待ち行く、ジェイソン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 、どこ行くんだい。なんでピエロにも見向きもしない。あ、したわ。見向きしたね。ジェイソン、一人で歩き回っちゃダメだぞ。こんなにたくさん人がいるんだ。そうだ、危ないよ。ねえパパ、風船買って。どうしても欲しいんだ。どうしても欲しいの。ねえパパ、いいでしょ。いいよ、しょうがない。甘いな、めちゃくちゃ甘いな。やあ坊や、お名前は。お名前は。どの風船がいいかな、ジェイソン。ジェイソン君、赤いやつ。赤いやつ。赤いのね。これで紫渡してくれ。あ、嬉しそう、パパも。2ドルになります。2ドルか、200円か。ジェイソン待って、待ちなさい、はぐれちゃうぞ。ジェイソンちょっと待って、2ドル払わなきゃ。財布を出して。2ドルは、2ドル、さっと出てこないの。ちょ、急いで急いで急いで。え、お金は、お金は、え、お金持ってないの。やばいやばいやばい。君はいらないよ。あ、危ない危ない。ジェイソンどこ行った。ジェイソンは赤い風船を持った。この人混みじゃ一足合わせるのも一苦労だな。え、ジェイソンどっか行っちゃったよ。ジェイソンは。お母さん、ちょっとごめんなさい。さっきまでいたんだけど、風船を買って振り向いたらいなくなってて。やべえよやべえよ。いなくなった、それどういうことよ。いや本当どういうことよ。ここにいて、探してくるよ。急げ急げ、すぐ戻る。ジェイソン、